もうそのアルカサード王室の部屋の鍵を全部この人が管理する、サンチャゴ騎士団の騎士に任命されるんですよ。これフェリペ4世が自ら書き込んだという説があるぐらい信任が厚かった。それをさらにこう広く深く感じさせるこの構図のテクニックっていうのが使われてるんですよ。で、人のピントって前すぎてもボケませんか。すごいでしょ。びっくりするでしょ。すごいんですよ。それでしかもこうすごい明暗対比を使ってて、で一瞬の瞬間を切り取って書いてるんだけど、カラバッジョとはまた全然違うよね。ああいう激しさはないんですよ。でまたフェルメールとも違った静かさで穏やかさがある、そういう非常に静かなバロック絵画になってるんだよね。で、まあ、そういうところもそのタッチがすごい、明暗表現がすごいあるんだけど、一番すごいのはやっぱ構図なんですよ。何よりもすごいですよ。まずだからここに王が立ってるって、国夫妻が立ってて、この前提がすごいじゃないですか、ね。でこの場所、これベラスケスのアトリエなんですけど、このアトリエは王室の王宮の中にあるんですよ。マドリードに当時あった、アルカサールっていう、まあ、ザ・お城っていうそのお城の中の部屋なんですけども、この部屋もともとこの絵描かれる10年前に17歳で亡くなっちゃったこの王子、これもベラスケスの有名な作品、バルタザル・カルロス王子っていうのがいたんですけど、この人の部屋だったんですよ。でその王子の部屋をこのアトリエに与えられるぐらいベラスケスは信任が厚かったんですよ。この人はただの画家だけじゃない地位を与えられてて、1652年にはね、もうそのアルカサール王室の部屋の鍵を全部この人が管理する排出長っていうのになってんだよ。腰に鍵下げてんだよね。それはだからその排出長の、印なんだよ。でそれにも任じられてるし、あとここにこう十字架が書いてあるんだけど、これはこの作品書いた後にサンチャゴ騎士団の騎士に任命されるんですよ。要するに騎士の階級になるんですよ。ベラスケスが亡くなった後に騎士団の紋章の十字を、これフェリペ4世が自ら書き込んだという説があるぐらい信任が厚かった。だから非常に天井が高くてですね、広い部屋なんですよ。でそれをさらにこう広く深く感じさせるこの構図のテクニックっていうのが使われてるんですよ。まずこれ登場人物、まあ、全部で9人いるのね、王様夫妻ここ入れて11人全員がこの線より下、これがど真ん中なんだよ。要するに登場人物が全員下半分に集められてるんですよ。だから上半分空間なんですよ。だからこのことによってでかい空間っていうのを感じさせてるんだよね。でこれさっきも言ったように左右がちょっと切られちゃってるんだけども、まあ、そのことによってより縦長になったから、その分やっぱここの空間が逆によく出てるっていう感じもするんだけれども、その上下に完全にここで二分割されてる画面なんだけど、ここで二分割されてる感じしないでしょ。そのうまいんだよね。それやっぱり一つはこのでっかいキャンバスなんだよ。これとあとこっちのこの柱のこっからこう入ってくる光を浴びてるこの柱、こう両側で上下の空間をしっかりつないでるんだよね。これがやっぱりさりげないんだけどすごくうまいんだよ。でちょっと余談なんだけど、俺個人的にね、クールベ先輩の画家のアトリエってあっただろ、これ先輩ね、やっぱこれ意識してたと思うんだよ。これクールベ先輩もスペインの絵画ではすごく好きでいろいろ研究してたんでね。でクールベはスペイン行ってないから、これはもうその当時王室にあったから現物は見てないと思うんだけど、この作品はもう昔から有名で、それを踏まえて、まあ、このほらキャンバスがいて自分がいてみたいな、やっぱりどっかにこの絵の意識はあったと思うんだけど、この人を下半分に全員を集めたんだよ。だけどやっぱここが間が抜けちゃったんだよ。だけどこれはこんなに縦長なのに上下がここで真半分になってる感じってしないんだよね。そこの凄さですね。あとね、ワンコ、このワンコは誰のワンコかな。その家族の犬、俺たちの家族と違うからさ一
そんな家族で一匹の犬飼うとかそういう感じじゃねえ。これはでも多分王様の犬なんだよ。これマスチーフ犬で、あの、まあ、番犬なんだけど、狩猟とかにも連れてく犬だと思うんだよね。この位置が絶妙なんですよ。ここに2人立ってんですよ。ちょうどそこの近くにいるわけですよ。だ多分王様の犬じゃないかな、このいかつさから見ても。でここのキャンバスにはこの2人がまあ描かれてるという設定ですよ。でこの一番手前にあるこの2つのアイテムっていうのは、ここにいる人とこう意味的なつながりがあるわけですよ。でそれが一番前にあるわけだよね。だからここに王様たちがこう画面の中に入って、ここからこのたくさんの人たちが7層ぐらいをなしてこう奥に進んでいくんだよ。これがねジグザグにこう行くんだよ。まずこのキャンバス、これがワンコ行くだろう。でこの子たちはほぼワンコと同じところにいて、こういうふうになってこの王女を経てこの次女に行く。と次に奥にいるのはこの子なんだよ。で次に奥にいるのはベラスケスなんだよ。次に奥にいるのはこのシャペロンたちで、で次に奥にいるのは王様たちで、鏡の中のでここ。こう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 とすごいジグザグにこう動線で、しかもこのジグザグの幅がまたなんか絶妙にこう遠近法的に狭くなっていって、でこういうふうに誘導されていくんだよね。そのことでこの奥行き感が出てるって、このだから配置考え抜かれてるんだよ、人物の配置で。さらにすごいのがよ、この辺見るとね、ちょっと拡大してみようか、うん、ほら距離で微妙にピント変えてるんだよ、奥行きで。このぼかしのテクとかすごいでしょ。反対側のこの子とベラスケスのピンも違うんだよ。ここのボケ方ともまた この差がまたちょっと一段違うんだよ。何段にもこのピントを変えれるんですよ、この人。もう さっきのそういうその構図上の遠近法上の工夫だけじゃない奥行き感、リアル感が出てるんですよね。でその奥に行けば行くほどピントがボケてくるのがまあ当たり前じゃないですか。で人のピントって前すぎてもボケませんか。この人たちもボケてるんですよ。この人たちもすごいんですよ。このぼかし方の段階何段階もこの人は持ってるんですよ。すごいでしょ、びっくりするでしょ。すごいんですよベラスケスって、恐ろしいんですよ。このことによってもうこの絵を見る人っていうのはこの描かれてるはずの国王夫妻と同じ位置に立って見るわけですよね。だからもう自分たちがこの絵の中の空間に入ってっちゃうわけですよ。でまた大きさも絶妙でさ、王女の実寸がだいたい1メートル弱なんですよ。とまあ5歳の王女ですよ。ここに立ってみるとなんかもう実寸大の感じになるんですよ。だからもう本当に自分がこのベラスケスのアトリエでここでこのモデルになっている国王夫妻と同じところからこの部屋を見ていて、でそれをずっとこう奥まで行って、この手前と絵の中どころかこの空間によって絵の向こうまでつながっていくっていう、そういう感じになるんですよこの絵。実際見るとプラドで行って見てくださいよ、これは本当にすごいんですよ。天井のこの明暗のつけ方もうまいんだよね。これでまたこの空間感、奥行き感を出してるんだよね。というわけで、ね、この作品はなんとこの絵の前と絵の向こうをつなぎちゃうっていう、そういうすごい絵になってるんですよ。なもんだからこれはやっぱりもう後の画家たちはみんなこれはすごいって意識するわけですよ。で特に意識したのがこのベラスケスの166年後に同じスペインの宮廷画家になったゴヤなんだよね。でゴヤはこのラスメニーナスの版画を銅版画化、これゴヤが作った銅版画なんだけど、銅版画化したりして研究して
いるんですよ。そのぐらいこの作品を意識して、だから自分が使えるカルロスの家族を、まあ、集団肖像画だよね、書くことになった時に当然これを超える作品を書こうと考えたでしょう。だけどやっぱりね、もう諦めたんだよねこの構図上の工夫っていうのは諦めたんだよ、もう奥引っ込んじゃったのもう、うん、でっかいキャンバス描いて上と下で繋いでみたけど、この奥行きは無理だし、やってもベラスケースは超えられないと。タッチの正確さとかゴヤもやっぱり天才ですから負けてはいないんだけれども、この構図はもうこれ超えるのは無理だと言うんで、じゃあ俺は俺でもうこのなんていうかな、こう性格描写みたいなところで勝負しようっていうんで、バシッと描くっていうんで勝負したんじゃないかなと思うんですよね。だからまあある意味ゴヤも超えられなかったし、クールベ先輩も超えられなかったし、もう誰もが超えられないもう奇跡の構図なんですよこれね。だからもう名画って言われる意味がわかるでしょ、はい、もうあらゆるその絵っていうものができるすごいことっていうのがここに込められてるんですよ。わずかなタッチ、こんなチャチャっていうタッチでね、質感を表現するとか、明暗の対比でその空間を表現したり、あるものを目立たせたりとか、それからその構図の計算でもって手前の空間と絵の前と絵の向こうをつないでしまうとか、まあ、本当に絵画のにできることっていうのの全てが詰まったもう名作なんですよ。これもうベラスケス、もうこれ57歳ぐらいの頃の作品、亡くなる3年前の作品だから、もう集大成なんだよね。もうベラスケスの画家人生の全てを注いだ作品なんだよね。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします